皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もキングオブライフで遊んでいきます。さあ今日は1月3日に動画を撮りしてるんですけど、お正月ですね。お正月ですけど、こちらはあれですよね、お正月のなんかイベントはされてないみたいですよね、キングオブライフさん。さあ新連盟新密度は、私連盟に入ってないんでしたっけ。さあこちらは、あ、私ランキング29位ですね、食料消費順位と。すごい。29位だったら何が、あ、この辺ですか。なんかいろいろいただけるみたいですね。巻物ギフトとか。ランキングは今1位の方。すごい。9億ちょっと消費されてる。私これで29位なんですね。ん ?30 人しかいらっしゃらない。まさかのオチでしたね。私は29ということで。ですね。なんかすごい28位の方とかけ離されてますけど。いやでもいいですね、アイテムいただけるんでしたらちょっといただきたいですね。何なりとお申し付けください。さあ軍務処理をして、今日は美女さんは、あなたは幸運です。タク文君ちゃんですかね、蔡文姬ちゃんっていうんですかね、ですかね。こちらのお二人だけまだお見せしてない感じですか。では単砲で結構ですね、出会えるみたいですので単砲したいと思います。さあ、ああ残念、あと1回ですか。そうですね、さっきもちょっと遊んでましたからね、動画を撮りする前に。お、左上アイコン、これはレベルアップできるんですか。あ、できますね、昇格。さあ行きましょう、昇格行きましょう、昇格みたいなですね。お、カンネイさん、五の将軍ですね、三国志の。降参するぐらいなら死を選ぼう。まあ武力高い方ですか。そうですね、武力高いみたいですね。では強化しましょうか。カンネイさん、降参するぐらいなら死を選ぼう。ですね、武力って書いてますね、特徴。武力の方上げてたらステージ進みやすくなりますからね。あれ結構魅力も上がりましたね。さあこの辺で一旦やめますか。なんか上げすぎるとあれですからね。さあフレンドの方は自動贈呈してギフトですね。結構キングオブライフさんいいですよね、アイテム送っていただいた方からお一人1個いただけるみたいですので。さあ目標も回収少ししましょうか。いや今日私は外に出て洋服買いに行ってきましたね。まあ、普通に長袖の T シャツなんですけど、1枚990円で売ってて、2枚だとですね、なんと1680円ってですね、買います。なんかあれですよね、2枚目だと半額になりますとか、そういうセールじゃないですけど、それもセールなんですかね、ありますよね。そういうの見るとなんか欲しくなっちゃいますよね。さあではステージですね、進めていきたいと思います。こちらクリアしても美女さんが来られると、お嫁さんに。次は宗神さんですか。助けてと。お、結構接戦ですか。まあでも兵士私多いですね。あ、それでも4万、相手の方4万で、こちらが49万ですから、武力は2倍くらいありますので、そうですね、上に平存減少 74% で書いてますから、相手の方の兵士の 74% 分しか減らないってことですよね。武力を上げておいた方がいいんですよね。さあでは戦闘飛ばしていきましょう。さあ大将は宗神さんですか。相手のヒットポイントが分からないですけど、お、上に出てますね、実況なるほど天下6巨匠。私まだクリアする前にもうすでに出てきてましたけど、おお、これ皆さんに見えるんですね、確か。さあ宗神さんは仲間になっていただけないでしょう。義の国ですからね。曹操さんの、え、曹操さんいとこさんでしたっけ。格好殿さんたちがいとこでしたっけ。さあ来ました、ありがとうございます。すぐに確認しますかと、確認いたしましょう。今日は1回だけじゃ終わらないわよ。何がですか。さあ行きましょう。
でもどうしますかね、ランダムでちょっとお見せしてない方どなたかお渡りするまで行きましょうか。さあでは行ってまいりましょう。ランダムオタマームレート、おお挑戦ちゃん。さあ次はロレイキちゃんもこの前ですよね、第3弾がロレイキちゃんでしたからね。あスキップおっしゃったすいません。さあお来ました、初めてのタクブンくんちゃんですかね。とっても気持ちよかったわ。いやーまだまだですよ、もうでもいいですよね、なんか桜チックな感じですか。タクブンくんちゃんは桜が好きなんですかね。あー残念ながら、3回ですね終わってしまいました。またお時間がですね30分で1回回復いたしますので、何が回復するんですかね。さあでは単方の方結構ですね多いですよね、こちらキングオブライフさんで、ステージも8、20、40ステージですからいいですね、結構早いと思いますけど。モテモテ魔王さん同じあれですよね、再生リストにお入れしてますけど、一番最後の190ステージですからね、一瞬なんか見間違いかなと思う、果てしない先だったんですけど。さあキングオブライフさんは結構お届けしやすそうな感じがしますね動画で。さあでは最後に、もう一回回復いたしまして、回復といいますか資源ですね回収しないとですね、戦えないからですね。次今は1分に1回ですか、まだ。さあこちらも収集しまして、訓練ですよね、今の経験値はこちらですね。さあレベル上げられますね、どんどん上げていきましょうか。30ぐらいまで上げましょうか。あと期間限定ですね。いやこのままランキング参戦される方が少なかったらいただけますね。まあ少ないのはちょっと悲しいですけど、今のでランキング上位に上がったりしてないですかね、やっぱ変わんないですか。29ですか、どれぐらい使ったんですかね。あでも5万使ってますから、あともうちょっと頑張れば25位ぐらいか24位ぐらいまではいけそうですね。まあ食料も今結構300万ありますからね、全部使ってもいいですけど、私でも兵力なくなっちゃう、食料なくなっちゃう兵力減っちゃうってことですね、三国志あるあるですけど。さあスキンもなんかすごいですね、アニメチックな感じに変わるというですね、いや本当はお見せしたいですけど。さあ、お、500店舗ですね。ありがとうございます。黄金っていうんですね、こちらの世界では。ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。